はい、どうもこんにちは。今日はですね、福井なんですけどハイエースの作業をねやっていこうと思います。今回はですね、物をね準備しました。少しだけ見えてるね。私はね若干否定的なんですけど、キャンピングカーに必要なね要件っていうのがあるんですよ。ベッドとかももちろんそうなんですけど、今回関連するのはですね、水場の設備ですね。タンクがね、排水用とその何汲み出す用のタンクが10リットルずつ必要だったりとかで、シンクのところですね、ちょっと調理台のスペースがそんなに大きくないんですけど、 30×30 だっけな、それぐらいの要件が必要ということで、ゼロから作る人もいるんですけど買いました。はい、そちらを紹介していきます。で、今回準備したのがこの3種類ですね。水場と調理場の台とタンクが2つで、ポンプですね。で、1つ目こちらですね。こちらがですね、花丸雄品のステンレス製キッチンシンク3段式簡易流し台ということです。このね、水場のところとこの作業スペースがね必要だったわけですね。横がね76センチで、奥行きのところが40センチあるので、要件にも適しているかなということで選びました。ただ一回りでかかった。もうちょっとちっちゃくてもよかった。ちょっと開けるか。で、こちらはですね、組み立てると高さがね大体80センチぐらいになります。お値段言っとくと12,180円ですね。で、これステンレスなんで重さ書いてないんですけどね、はい、だいぶ軽いです。完成品見てもらった方が分かると思うんですけど、流し台としては一通り揃ってるんで、まあ楽なんじゃないのかなというところで、はい、各部を紹介するというよりかはまずは一度組み立ててみます。まずは足からつけてきます。これで骨格はできましたね。下の方にほら台があるんでね、まあいろいろ物置けそうですよね。タンク置きますけど、流し台もこんな感じですね。はい、中身の方ですね、いろいろ入れていきましょうか。排水関連はこの袋にまとまってんのかな。はい、これが排水トラップで、で中にゴミかごですね入ってて、やっぱ水溜めれるやつですね。で、ここのところですね、ちょっと回すと緩むんですけど、はい、この白と黒のリングがあります。まあ水漏れ防止だと思うんですけど、まずつけるときはこの白いリングだけを残してつけます。まあこれで水が漏れないようにするんですかね。はい、で下の辺潜ってもらって、さっきのあの片割れですね、黒リングとこのキャップのやつ OK。はい、そしたらあとは S 字のパイプとリングが残っているんでね、取り付けていきます。まあ、パイプのところに1個リング入れて、したらここに入れる。うん、これでいいかな。はい、これで排水回りはできたかな。はい、一応こんな感じでここから出た排水が流れてくるという感じですね。まあ上の方もこんな感じです。うん、ちゃんとした製品というだけあってしっかりできてますね。で、一旦蛇口は使わないんですけど、もしかしたらなんかあるかもしれないんでね、取っときましょう。で、今回ですね、タンク購入してます。こちらは折りたたみ式のウォータータンク10リットルで、1個769円のやつですね。まあこういう風に蛇口がついております。広げるとこんな感じですね。これ単品でもね十分アウトドアで使えそうな感じですよね。あ、で、これを取り付けます。はい、タンク置いてみると、はい、こんな感じですね。まだこっち側ね、もう一タンクとか置けそうなスペース余ってますね。はい、で、問題はこっからなんですけど、排水つながるんけ、これ入るか。きっとジャストサイズじゃない。ほら、これぴったりいったで。この辺ってもしかしてなんか規格あるんですかね、こんだけぴったりってことはね。じゃあ一応排水システムはざっくりだけど、まあできたってことで置いといて、次はね水出す方ですよね。はい、そのために買ったのがこちらですね、全 CT の USB 電動ミニポンプですね。メイドインチャイナって書いてあるんですけど、結構これに似た製品ね、同じような価格帯で同じようなカラーリングでね多かったです。はい、まあとりあえず買ってみたってやつです。まあこちらはですね、製品の名前の通り、USB で動くタイプのやつね。本体ホースがあって、水管、なんでなんかフィルターとかなんかいろいろあるね。これがホースの部品かな。これが電源供給用のコードですね。で、これあれだわ、バッテリー入ってるのか。バッテリー入ってるね。ライトついたりとかしてますわ
これが汲み取る時の音ですね。では本体はね、この手のひらサイズで 12.5cm の7センチの厚さが3センチという感じです。で後ろにはね、なんかフックがついてますね。まあ、これで結構アウトドア用途にも使えそうなのかな。まあ、こういうなんか引っ掛けて、ぶら下げたりもできるし、なんか手元が薄暗い時にはここのボタンでライトつくし、でこれが給水用のボタンですね。でバッテリーは 2600mAh かな。これは水を吸い出したりするのは2時間ぐらい大丈夫みたいです。これはあの水を汲み上げるポンプ用で買ったんですけど、エアポンプとしても使えるみたいですね。まあ、こういうのもついてるし、ちょっと組み立ててみますか。ホースはね 2.4m あるんで、ある程度はね対応できそうです。まずこれに差し込みまして、はい、でここに刺すと、よし、しっかりいった。そしたら水管入れる。でここは充電用かな。充電すると赤く光るという感じですね。でもう片方にこのフィルターとか入れるんですけど、いらんかな。とりあえずちょっと試そう。やってみましょう。はい、落ちた。ここにはね、さすがにちょっとジャストサイズじゃありませんでしたね。ちょっと排水のテストもしたいんで、まあ、ここに汲み上げた水を吐き出す形でいきます。でこれ本体の下には三脚穴もあるんでね、三脚の足入れてもいいと思います。突っ込みまして、で、スイッチ入れれば水が出るはず。おほどほどの水量出るね。もっと弱いかと思ってた。そんでこの排水された水が下に流れてて、このままぐーっと来て、はい、出てますね。ほんですいません、ここちゃんと閉めてなかったから、水漏れてますね。はい、 OK。 ここの締め付けがめちゃくちゃ甘かった。そんだけでした。順調に排水できてます。ちょっと三脚穴があるから、これはおかしいけど、ミニ三脚でちょっとここをね、間挟めばこの通りですね、はい、外れない。でちょっとまだコードはちぐはぐですが、ボタンを押すと、まあこんな感じで水が出ます。あそこから汲み上げて、汲み上がったものが排出されて、で排水はこのホースを伝ってこちらで溜まっているという状態ですね。いい感じですね。水道設備できたっちゃできましたね。で福井での作業は一旦これまでで、あちらに持っていこうと思います。はい、ではとですね、キャンピングカーの元にやってまいりました。逃げ出したいくらい暑くなってます。はい、そしてですね、タンクの方も1個だけね追加しました。これですね、ちょっとどこのや MD タンク、これもまた10リッター用のやつで、これは一般的なアウトドア用のタンクで、いろんなメーカーね出したりしてるやつなんですよ。でポイントとしてはね、この口ですかね、この買ったやつ、折りたたみ式のやつね、あの一回りちっちゃいんですよ。なのでこの口のところがね、いろいろ取り替えが効かなくて、この一般的なやつであれば直径が5センチかな、まあ、あのポリタンク用のなんかいろんなノズルとも合致するんで買ってみました。ちょっと前やった時にはここをキャップ外して、そこから直接入れてたんですけど、これでやるとね、もちろんガンガンこぼれるし、この隙間からなんか入りそうで嫌だったんですけど、こちらもね合わないは合わないんですよね。ちょっとスカスカなんですよ。はい、まあ、ただ分かる気、これが閉めてる、これが開けてる状態。この開けてる状態の時にこのゴム入るんじゃねえかなと思って、上からこう突き刺しておけばあんまり変なものも入らないし、比較的衛生的なんじゃないだろうかということで、ぶっ込んでみようと思います。で突っ込む時はこっちから突っ込まなきゃいけないんで、まあなかなかね、ほらこれをね取らないといけないんですよ。なので最初に誘導するやつが必要かなと。それでは新システムで構築します。もう水はね、たっぷり入れました。
で排水、これはね奇跡的にあったやつね。でここ固定用のミニ三脚ね、100均のもっと安いやつつけなきゃいけないんですけど、これちゃんとしたミニ三脚なんでね高いんですよ。それではキャンピングカー水道システムバージョン2やります。はい、来た。はい、ちゃんと吸い上げてくれてますね、いい感じだ。で流れた水も今回はしっかり締めてあるんで水漏れなく溜まっていってますね。はい、これで一応水の出し入れは OK なんじゃなかろうかと思うんですが、どうでしょうか。水もね綺麗に出てますね、この辺とかなんか。いい感じですね。車内に入るとこんな感じですかね。まあ、木目調なんでね、いろんなものに合いますよね。まあこんな感じですね。高さ的には若干どうでしょうかね。まあ人が立つとこんな感じですね。こうやって使う感じです。はい、まあこんなイメージ。まあ、高さはまあちょっと高いような気もするけど問題はないかなと思いますね。まあどちらかというと横幅ですかね。これがね40センチあるんで、あとまあ5センチぐらい小さくてもいいかなとは思ったんですけど、ここの置き場自体がまだ決まってないんであれなんですけど、一応ここに置いてみました。キャンピングカーの中でちょっと手洗おうかとかなったら、はい、こうやって出すという感じですね。ちょっとねこれの見た目がしょぼいのと、この下に格納できないのがね難点かなと思いますが、ただまあこの板の目にねちょっと沿うような形で、まあ、つけれたんでこんな感じですね。これはこれで良かったんじゃないのかなと思います。はい、まあ一応作っては見たんですけど、まあちょっと大きかったりもするので、もしダメだったらあれはね家のちょっと庭用で使うのもありかなと思うぐらいの意気込みではあります。ちゃんとあの無駄遣いせずにねやっていこうと思います。ただまあ今回はねとりあえずは機能としては動くんで、これでちょっと他のパーツを入れてみてまた考えてみようかなというところで、今回はキャンピングカーの水回り製作でございました。けどねあのシンクというかあれ台自体はね結構物はいいんで、普通にアウトドア用のお探しの方いればね、ぜひあのリンク貼っておくので見てみてください。以上です。そんじゃあまた。